こんにちは、シーンです。今日は銀座の無印良品にやってきたよ。ここのところを動画撮ろうとしたらお姉さんが止まってくれたんです。申し訳ない。ありがとうお姉さん。こんな感じでずらっと商品が並んでおりまして、ドドドドドンと行きますと、こちら見てください。日替わりお弁当とガトーショコラとかいろいろ置いてありますね。そしてこちらを見てみますと、大量のスープ並んでおります。この日替わりお弁当めっちゃ美味しそうじゃない。鮭がねすごい光り輝いておりまして、夜になるとね安くなるみたいで、何パーセント引きみたいになってました。こちら日替わりお弁当のカレンダーですね。その撮影した日が9月21日だったから鮭弁当で、他の日だと牛すきとかいろいろあるみたいです。こちらを見てみますと、福島県産のエゴマ油だったり、人参ドレッシング、梅干しとか、あんまり無印良品にこんなのあるんかっていうのがずらりと並んでおります。こちらに進みますと、たくさんの野菜たち、関東近県の農家を中心に全国から有機栽培や減農薬などこだわりを持って育てられた旬の野菜や果物を販売しているそうです。ぜひ銀座店に来た時はこちらの輝かしいお野菜果物を見てみてね。続きまして、おなじみカレーコーナー。何作るんですか？シーズナー作りましょう。何これ？190円。カゴに入れるシーンなんかも取っちゃったりなんかしちゃったりしてね。こちらはブレンドティー工房、32種類のオリジナルレシピからシーンや気分に合わせてお選びいただいた茶葉をその場でブレンドしてくれるそうです。お隣はお菓子の量り売り、 1g4 円となっていて、合計 20g から買うことができます。クッキーやマシュマロなど甘いものからおせんべいなどのしょっぱいものもあるので、甘いしょっぱい甘いしょっぱいの無限ループを堪能できます。専用の袋が置いてあるので、そちらにお菓子を詰めていく形です。こちらは99円のお菓子コーナー。みんなはどんなお菓子がお好き？私は梅昆布大好きでございます。エンドウ豆のお菓子も大好き。スナック系のお菓子は100円となっております。こちらは冷凍食品コーナー。アイスがあったり、シナモンロールやチョコロールなど甘いものも充実していて、ずらっと並んでおります。お隣には何があるかと言いますと、餃子ですね。餃子があったり、こちらお野菜系があったり、タコのアンチョビ、トマト煮など、名前から美味しそうというものがあります。こちらにはサバの味噌煮や私の大好きなスモークサーモンなどがあり、ハンバーグや唐揚げもあります。こちらはラテ系やコーヒーが置いてあるところになります。私が持っているこの容器は無印のお水が飲める容器ですね。これを持ってたらいろんなところの無印でお水が飲めるというわけです。こんな感じでお買い物終了。何作りの動画も出すので、よかったらチャンネル登録してお待ちください。バイバイピローン。